世界チェス選手権は、チェスにおける世界最高プレイヤーを決めるトーナメントで、ある。現行の大会は2年周期で開催されている。出場する選手は、現世界選手権者と、1、ファイド主催の主要大会の決勝進出者に、ファイド世界ランキングの上位者3、主催者推薦選手からなる挑戦者候補8名である。挑戦者候補8名が2回戦争あたりの、 ラウンドロビン方式トーナメントを戦い、成績最優秀者が現世界選手権者と選手権試合を行う。選手権試合は連続する18日間で最大12戦を戦う短期集中開催である。対局は1日に1試合行われ、第10戦までは連続する2日間で2試合を対局した後に1日の休養日第11戦と、 第12戦は1試合ごとに1日の休養日となる。持ち時間は40ムーブまで100分、40ムーブ終了後に各自50分追加、60ムーブ終了後にさらに各自15分追加され、さらに初手から1手ごとに30秒が加算される、フィッシャークロックルールである。対局に勝利すれば、勝ち点1、引き分けの場合は、両対局者が勝ち点0.5点を得、 対局者の一方が勝ち点6.5点以上を得ると選手権の決着となり勝者が新たな世界選手権者となる。第12戦を終了して6対6の引き分けとなった時は休養日1日を挟んで大会20日目にタイブレークを行う。タイブレークはまず最大4試合の早差し戦で争われる。持ち時間は各25分に1って10秒加算の フィッシャークロックルールで行われ、先に勝ち点2.5点以上を獲得した者が選手権者となる。この早指し戦が2対2の引き分けとなった時は、さらに2試合を1セットとした超早指し戦をサドンデス形式で最大5セット行って勝者を決する。持ち時間は各5分に行って3秒が加算されるフィッシャークロックルールであり、1セットで 勝ち点1.5点以上を終えたものが出た場合そこで決着としセットの勝者が選手権者となる。この超早座視戦も5セット連続で1から1の引き分けとなった場合は1試合限りの春曲げドンマッチを行い勝者が選手権者となる。この対局はそれまでの対局で多く勝っている者が有利な先手番を持ち持ち時間も先手5分後手4分と先手有利の条件だが 代わりに、この対局では引き分けを、後手の勝利として取り扱い、あと鉄学の不利を埋め合わせている。それまでの世界ジェス選手権は、非公認大会であったが、公式の世界選手権は1886年からで、あった。しかし、ファイドと PCA との対立で分裂。1993年から13年間、別々の世界選手権が開催されたが、 現在は一つに統一されている。ありがとうございます。